つなげ、未来へ。この20年間、そのレールの上じゃないですけど、乗って生きてきた上で、人生の目標みたいなものは定めきれていないことが悩みで、なんかこう生活を支えるインフラ系の仕事に携わりたいなっていうのを考えてて、公務員と民間企業を比べるっていう意味で、インフラの海外輸出っていうものが今の外交戦略の一つ柱でもあるので、それが実際に事業ベースでどういうことをしているんだろうっていうのに気になって、まあ、このインターンに応募したっていう、まあ、大きな分岐点になりますけど、この通過点を通じて、まあ、新たな自分を発見していきたいなと思っています。ただ移動のための鉄道っていうような印象しかなくて、年功序列で上下関係が厳しかったりとか、まあそういった先入観をですね、ちょっと吹っ飛ばしてもらうように。 JR グループの中で介護事業をしているという認識ってほとんどお持ちじゃないと思うんですが、あ、鉄道だけじゃないんだっていうのはギャップだったっていうのもありますし、特に自分の仕事がすごく好きで誇りを持ってるっていう人が多いなっていう印象を受けてます。1回に3万分の1秒でシャッターを切ってる。東京駅のホームドア設置に向けてその準備作業を行ってます。一時的に生まれる都心のその貴重な土地を使って、まあ、イベント空間として活用していこうと。自分が思ってた以上に大量のデータがあって、これを活かせるっていうことを考えた時にすごく魅力的だなと思いました。今回イーストアイ の車両に乗れるっていうのが誰もが体験できるようなことではないと思ってるんで、すごい自分でも楽しみにしてます。当時私小学校6年生だったんですけど、同じ年の子たちも体験してたんだなと思うと、すごい心が痛くなりますね。BRT ってこの震災きっかけでしたけども、今後日本が子どもが少なくなっていって人口が少なくなっていく中で、まあ、他の路線でも同じようなことは考えられて対応していかなきゃいけないと、まあ、地域あってこその JR 東日本っていうところを分かっていただきたいということで、震災でもう地域が分断されたわけじゃないですか。ここを開通させるっていうのは、なんか人と人をつなぐみたいな精神的な支えにはなるのかなとは。やっぱりみんなが使ってない時に限られた時間で新しいものを作るとかメンテナンスをするっていうのは、日々の生活に密接に関わってるっていうことをやっぱ実感するような工事現場だなっていうふうに感じました。ゼネコンでもない、コンサルタントでもない、行政でもない、計画の上流から最後の完成まで携われるっていうのはすごいやりがいのあるところだと思うので、うちの会社入らなくてもその分、まあ、ここで勉強したことが生涯生きて一流の技術者になって、将来彼らがライバルになってくると思うと夜も安心して眠れないぐらいので、目指すところっていうのが、まあ、非運輸、運輸と非運輸の7対3から6対4にするっていう事業戦略。私は将来格差っていうものをなくしたいなっていうふうに思っています。けなげさを演出した自立移動型道案内ロボット、アンヨという名前を付けました。 UI 端列車にどう乗っていただこうっていうプロモーションについても考えました。本当にやってないことないぐらいいろんな事業をやってるんだけど、それを連関させて有機的にというか、つなげて動かすっていうのはかなり大変なことでもあり、でもやれれば大きいですよね。事業会社からこう国とか行政に提言していって、 JR にしかできない新しい街づくりをしていって、一つの鉄道会社としてじゃなくて日本としてのチームプレーが必要になってくる時代になるのかなと。100年後の未来につながるようにいいものを作ろうっていう、ここの線路を俺が設計したんだぜとか子供に言えるような大人になりたいですね。乾杯。